広瀬直樹は日本の実業家、東京電力ホールディングス社長、副会長を務めた、東京都出身、東京都立新宿高等学校を経て、1976年に一橋大学社会学部を卒業し、東京電力に入社。オイルショックの影響で就職難なだった折に就職活動の開始が遅れた、ため、 7月面接解禁のルールを守り、遅くまで採用活動を行っていた東京電力に入社。高校では作曲家の坂本隆一の1年後輩で坂本に誘われデモ活動に参加していた。大学時代は友人と組んだロックバンドでボーカルを担当していた。広瀬同盟東京ガス社長は高校の同級生。広瀬が社長に就任した際に、 副社長に昇格した石崎義行は高校の一年後輩。早くから将来の社長候補として当格を表し、1983年にはイェール大学経営大学院に留学して経営学修士を取得。1990年前後には語学力を買われ日本経団連会長などを務めていた平井和貝市東京電力会長の秘書役を8年間。 勤め、スピーチライターを務めたり、日米貿易摩擦交渉で通訳をするなど、国際派としても知られる。秘書役を経て、1992年から企画部の課長を務めた後、営業部門に転じた。また、原子燃料部、国際部なども経験し、縦割りの強い東京電力内では珍しく、多様な部門を経験した。2003年からの営業部長時代には、 若手社員の意見を取り入れたデザインのエコキュートを、伝送、コロナと開発、発表し、成功させるなど、柔軟に周りの意見を取り入れて、仕事を進めていくタイプとされる。営業部長時代や、販売営業本部副本部長時代に取り組んだ、オール電化住宅推進のマーケティングの事例は、母校イエール大学経営大学院で、ジョエル・ M ・ポドルニー学長の授業の教材として、 採用された。販売営業本部副本部長などを経て、2010年の株主総会で取締役に選出され、常務取締役に就任。翌2011年には、福島第一原子力発電所事故を受けて、新設された福島原子力被災者支援対策本部の副本部長に就任。清水正隆初代本部長や、後任の鈴の夫本部長の下で、 賠償や広報に当たった、枝野幸男経済産業大臣からは、被害者目線に立ち真摯に対応したと評価される。2012年5月、次期会長に内定した、弁護士の下神戸和彦から、東京電力入社の死亡理由などを尋ねる面談を、受け、勝又恒久会長及び西沢俊夫社長から、次期社長就任を打診され受諾。5月8日の臨時取締役会で、 第13代表執行役社長に内定し、6月27日の株主総会後の取締役会で代表執行役社長に選出された内定時に開かれた記者会見で東電が好きですので、この状態のままでほっぽり出すのは耐えがたいという思いがあったと述べ、被害者への賠償や電力の安定供給維持に努めると抱負を語った。2013年から 日本原子力発電取締役兼任やがて数度、文雄会長と対立するようになり、差し違えられる形で2017年、社長を退任して、副会長に就任。2020年、副会長を退任指導者参与。物腰やらかな低姿勢で、人当たりの良い人物とされ、コミュニケーション能力の高さに定評がある。プロ野球、阪神タイガースのファンで、 役員室に選手の色紙や甲子園球場の模型を飾っている。東京都出身。ありがとうございます。